増刊 AI BI ハイビ自分切り抜き。わあ、はあ、ドロミハイのスタートです。アナウンスは私ドロミでお送りします。わあ、パチ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 。そして解説はヒロナさんです。それでは解説のヒロナさん、お願いします。はい、解説のヒロナです。はい、競馬知識ゼロですけど。はい。そういうところは、血統とか詳しい人とか、元ジョッキーの人とか、そういう人が出ます。解説お願いします。はい。全くわかんないんで、なんか、印象とかお話しします。はい。あ、ちなみに、バックに今のところ出てる、後ろの馬。はい。私の好きな、騎士ミラクル号です。お、なるほど。24歳か5歳かな。まだ生きてますよ。ただ24歳、25、だいたい23、4ぐらいからどんどん怪しくなってくる。ほう、はい。かける 3.5 倍ぐらいだと思ってください。ね、あの人間倒したら。あ、はい。渡辺さん、こんばんは。いらっしゃい。こんにちは。さっきまでファンパーレが流れてたんですけど、終わりましたところです。今日は一日中馬のことしかやりません。はい、はい、よろしくお願いします。で、この馬が私の好きな、はい。ケシミラクルさんです。25歳。もう引退してて。はい。で、正直、また出ると思わなかったぞ、このことは。金玉はもう切ってます。ああ、去勢してるんだね。そうです。もうあんまり、そんなにもう長長距離が強い馬って人気ないし、あんまり成績も良くなかったので、うん、で、もう20歳ぐらいで引き取るところが現れたので引き取って、まだ生きてますよ。ただ、行くのがかなり辛いような場所とかにいます。はい。いつか行きたいんですけどね。うん。で、だから、今は、こんな感じ。24歳の時。ほう。はい。何か思いません？これ現役。あれ？これ月。なんで色変わったの？そうなんですよ。足毛って言うんだけど、足毛って、どん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 白くなっていくんですよ、年取ったら。へぇー、ま。これも、白髪現象でもなくて、2歳ぐらいは黒いのに、うん、もう4歳、5歳になったら白い馬とか、うん、もっと下手したら、これ、毛の色っていうか、毛が透明になって、白の、皮膚の色が出るらしくて、生まれたばっかりは、鹿毛とか栗毛とかいうものが、抜けてったらどんどん色変わってって、なんかで、うん、現役頃にはもう足毛だったりとかしますよ。はい。面白いでしょ、に、ね。こういう、なんていうか、成長するところも好きなんですよ。だからもう年取ってから何もしない。うんうん、けど、まあ、いるだけで、観光の、まあ、このヒシミラクルあんまり人気ないからな。しかも、かなり、狭いところだし、うんうん、まあ、やけど、まあ、そうですね。競馬だ、楽しいですよ。で、あと、この後に何年かしたら、こうなるんですよ。はぁ、あ。え、こうなるでしょ？ほう。てかもう今なってるんですけど、これです。かわいいじゃないですか。そうですよね。かわいい。うん。うん。私別に、馬を娘にしちゃうととかも結構許せますよ。ああ、なるほど。はい、で、うんうん、先週の、まあ、文具を調べまくったら、例のギャルゲー、うん、ギャルゲーっていうか、あれは、不女子向けゲームって言うんですかね、あれ。はあ、あの絵ばっかり当たるようになって、だけども、そんなに怒りませんよ、別に。なんか、戦艦の名前で、女の子に占拠されるようなことになりましたけど、Google で検索したら、全部戦艦なのに女の子ばっかじゃんみたいになったとこがあってて、ちょっと切れた人とかいたそうですけど、まあそれも別に文化ってそんなものかなと。これは私の宗教観なんですけど、忘れ去られるよりかは、覚えておいてもらった方がいいと思うんですよね。なるほど。うん。だから、隣のトトロって知ってますよね。いや、見たことないです。隣のトトロって、昔はもうちょっと賢くて強い神様だったんだけど、もう誰も知らなくなったら、知能も下がるし、力も弱くなるし、
ていう、そういう物語なんですよ。私、あの宗教観が強い、私とぴったりきますね。はい。まあ、そういう話でして。現在、ヒシミラクルちゃんは、こうなってます。なるほど。私別に 大好きで、このヒシミラクルちゃんも好きです。はい。うんうん、では、このくらいにして、はい、次に、まず、まあ、こんだけ、今日はサラブレッドの歴史と、そういうものをやりたかったんだけど、うん、でも、まあ、30分ぐらいかな。私の競馬に関しての、うんうん、まあ、私と馬。まずはこれでいきます。うん、まあ、歴史的な英雄とか、それとかの近代政治家とかは30分後あたりからは出てきます。あ、文豪もいます。うん、文豪2連続。うん、文化的。うん。あ、それから私、微妙に名前が変わりましたんでよろしくお願いしますね。文化文化って言ってたからもう、ま、文化でいいやってことで。はあ、私の名前に気づきました。知的で知的な文化史。そうですね。長くなりましたね。知的で知的。これ私大好き。はい。もう知的だけど知的っていうなんかすごく良くないですか。え、まあまあ、そういうことにしといて、置いときまして。はい。はい。コメントするぐらいです。で、はい。私、こんだけ自分の、周りのことをバラしまくる VTuber はどうかとも思いますけど、私、この辺りに住んでたんですよ。ここ住んでました。はい。で、ここって、この辺りが広島市の中央の辺りで、で、そこからこれくらいで15キロぐらいかな。15キロぐらい離れたところに、私の生まれ育った家があるんです。ほう。でね、まあ、わかりにくいと思うので、大体中国地方を出してみました。はい。うん。ちょっとちっちゃくて見えないけど、この辺が広島市で、うん、で、この辺りに岡山があります。この辺りに出雲があります。うん。そして、ちょっと下。ここに、ちっこいですけど、島っぽいのがありますけれども、これが宮島です。うん、宮島と広島市の間くらい、それが五日市っていうところになります。ほうほう。そこで、五日市で、昔、競馬やってたんです。へー。しかも、すごいのが、1946年の12月に、もうすでに競馬をやっている。おー、すごい。たくましい。95年、45年の8月にあれですよ。うんうん、それからわずか1年と半年で、競馬です、うん。すごい。すごくないですか、これ。はい。すごいと思うんですよね、この。で、だから、ここに、五日市競馬って書いてあるでしょ。だから競馬場もちゃんと一周1200メートルだったかな、うん、あるんですよ。で、ここに、昭和21年に第1回12月のものが、ずらっと何日ぐらい競馬やりまーすっていう、これ、新聞紙 に載っていたものを持ってきたものです。うん、うん。はい。で、主催がね、広島県、この係って書いてあるのはこれ、県です。県っていう字です。広島県、うん、そして、馬って、実は略された言葉ってご存知ですか？ん？馬って、本当は馬筆って言うんですよ。こう。羊って、で、土、土あたりと同じです。この子、馬筆って呼ぶんですよ、本来ならね。へぇ、羊は羊でそのままなってますけど、今、馬って言ってますけど、火って言ってるのと同じなんですよ。ほう。はい。で、まあ、その馬のことに関しましての組合。でね、これまあ、このことも、ツイッターで書きましたけど、この、広島県馬筆組合の割と偉い人が、私のひいおじいちゃんです。多分この組合のナンバー2が5人ぐらいいる中の、そのうち1人が、うちのじい、母方のひいじいさんです。へぇー。でね、もっと、じいさんや、というかひいじいさんやるなって思うのは、おそらく、うん、ちゃんと、今の残ってる歴史には、ちゃんと政府には届けは出したよって言ってますけど、まあ、今、1946年の段階で、綺麗に伝わるわけないじゃないですか。多分、昔ここって、軍の馬を鍛えるような場所だったんですよ。ああ、なるほど。そうなんですよ。で、ここから呉あたりに運んで、で、呉から大陸に送ったりしてたんですよ。ほうほう。はい。でね、どうも、この、トラックって言うんですけど、トラックをどうも勝手に摂取して無断で競馬開いてます。わー、たくましい、やべえ、かっこいい。はい。で、
これ、それを1年半に、あの、例のあれから1年半でこれ出したんですよ。すごいぞ、じいさん。いや、ひいじいさん、あんたすげえよ。確かにすごい。はい。で、これ、他のことも言えないのは、他にも、なんとかが、馬術組合っていうのは、ま、あの、都道府県ごとにあります、あるから、何個か何個かやってるんで、まあ、もう金を稼がないと生きていけないので、こうやって、うん、まあ、集めて、持たせてもらってってやってたんだと思います。で、1948年で、この広島競馬終わるんですけど、あの、うん、1949年、あの、8年頃に、だから、ちょっと立ち直った政府に見つかって、こらって。うん、で、次の年の49年に、まとめ、県なら一つにまとめろよって言われたらしく、あの、うん、結構最近まで、福山、わかりますかね、うん、広島区ここでしょ、うん、このあたりの、岡山県との境あたりに、今に、25万人くらいいるのかな、あの、福山っていう都市があるんですけど、うん、ここに、あの、馬集めて競馬場も作ってやるから、ここでやれっていう風になったんですって。まあ、地方ですね。中央ではないので、JRA がやってるのではなく、うん、地方自治体がそれぞれやる、いわゆる地方ですね。うん、中央の JRA は、あれは、あの、今で言う、あの、農林水産省の直で下にあるんですけど、うん。でも地方にある競馬とか、まあ、その他、あの、ギャンブルですね。ギャンブルは今度は県が見ることになっていて、で、広島県では福山でやりますってことになりました。ギャンブル結構最近までやってたんですけど、まあ、ちょっと残念なことになってますけどね。中国地方って、例えばこの辺ですと、益子とか、出雲とか、うん、で、こういうのがありまして、こういうのは、ここで調べることができます。ここ、はい。広島で言うと、今度は、五日市の逆方向のあたりにあるんですけど、広島共同資料館っていう、広島の共同の関係のものをいっぱい集めるっていう、まあ、あの、広島県が運営してるのかな、あるんですけど、これあの、原爆に耐え切ったレンガの作りの建物です。これをそのまま使って、そういうことで、そして、おととしなんですけど、ちょっと見にくかったらごめんなさい。広島の競馬場っていうのを特集してパンフレット作ってたんですけど、これちょっと、まだ売ってるかなと思って電話したら、ラッキーだったんで買ってきました。うん、先生教え買いました。うん、はい、うんで。ちょっといろいろ参考にしてもらいました。はい。うん。で、実際に見てみます。で、こういう風になるんで、これが1960年頃に、あの、まっさらちにするんですけど、その直前ぐらいの地図で、うん、の地図です。こういう感じ。上空から見たもの。そして、今の図がこんな感じです。うん、で、ここからなんですけど、私、ここに、競馬場が一周ありますよね。この内側の、どこかで育ちました。え、うん、?62 年ぐらいに潰れて、うん、あの、まっさらにして、で、住宅地にしたんですけど、うん、はい。この、私が、22歳ぐらいまで暮らしたのが、あ、まあ、が、この内側のどこかです。へぇー、うん。だから、もう生まれた時から、馬というものに引っ張られた運命の力というのがあるんだなっていうか。あ、ちなみに、確かに、あの、原爆とかでめちゃくちゃになった時に、うん、まあ、接種した人が幾人かいて、で、うん、でも、あの、ひいじいさんは子供が十何人いて、うん、うちの母方のじいさんは7か8ぐらいの子で、しかも1955年ぐらいまでは、生死不明で、何してたのって聞いたら、うん、あの、共産党に捕まって、うちの兵隊として働くんなら命は助けてやるってやってて、で、うん、じいさんの中国語喋れるんで、はい。なんか、便利屋として走り回ってたそうです。で、55年頃に、帰っていいよって言われて帰ってきたんだけど、うん、そんな人が、ひいじいさんの遺産などもらえるわけもなし、まあ、普通のじいさんとして暮らせた、まあ、もういないんですけど、で、うん、その縁で、一応、うちの母と血型の姓になるんですけど、うん、と、その、まあ、孫に、ここの一角を安く、あの、住宅地にするんだけど、まあ、ちょっとだけ安くしてやるよ、
で、ひいじいさんの親友と向かわす人がいたらしいんですけど、かなり格安で土地売ってもらって、で、私、タンジャーが、この中の、どこかで育ちました。ほう。はい。あ、ちなみに、これ、中学校です。だから、私の、いや、このどっかにあって、道路三つ、二つ見つかったらもう中学校があります。学校すぐ近くじゃん。中学です。この辺りに、小学校がありますし。うん。あって、もう、かれこれ、3年、4年ぐらいかな？道路を挟んで、この辺りに、とても美味しい、二郎系ラーメンがあります。はぁ、あ。はい。どうでもいい情報でした。はい、そういう感じになって、だから今でも、現地に行くと、なんか道路が途中から急に曲がってるんですけど、うん、これと合わせてみると、このトラックに沿った形で道路を作ったので、うん、行ってると、いきなりなぜか、キュッて曲がった交差点ではなく、なんか、ニューって曲がってるんですよ、これ。こういうの楽しいですよ。へぇー。で、潰れた競馬場とかで調べたら、全国にこんな感じで、さてはここ、競馬場があったなっていうのが、いくつも場所があるので、そこ行くと変な空母になってたりもしますので、へー、探してみてください。これ面白いです。はい。ブラッドリーみたいになってきましたね。誰もそんなことやってる人見たこと、あ、一人知ってるけど、あまりメジャーじゃないんですけど、そういうのを集め、うん、写真撮って、ブログにって人だったら5年前ぐらいまではいました。で、うん、これがまず、私の生まれた五日市という話でした。次なんですけど、うん、私ね、まあ、なんやかんやで、じいさんが、まあ、あの世へ旅立ちまして、その時にね、うん、なんか知れなませんけど、ちょっと遺産が私に直接入ってきたんですよ。まあ、数十万円ですけど。うん。でね、Twitter、X ね、ネタに使いましたけど、うん、北朝鮮に行ってきました、十数年前に。競馬見に。今、2017年に正式に、うん、北朝鮮競馬というのが始まったらしいんです。で、今は、映像流します。こんな感じで、ちょっと見ましょうか。あ、綺麗なお姉ちゃん。あ、2022年の、冬の競馬にしますっていう話をしています、この人。結構綺麗でしょ。うん。私行った時こんな建物なかったけど。で、まあ、後半に行きますと、だから、こんな感じで、馬が走ってますというたくさんの馬がいますよ。で、CM を見る限り馬は全部サラブレッドだったんですけど、私の行った十数年、私戻しました。戻った。で、私ほら今は16歳の女子高生なんですけど、十数年前に競馬見に行ったんですけど、はい、うん、その時って、もう、サラブレッドなんかほとんどいなくて、うん。うん。で、普通のアラブかなか、まあ、バルクっていう、もう一個アフリカの馬とかもいるんですけど、これまだアラブよりか遅い感じですかね。だから、サラブレッドはほとんどいなかったんです。うん、で、夜やるんですよ、競馬って。なんでかっていうと、その競馬に、中級以上ぐらいの、いわゆる市民格ぐらい。中の上か上の下ぐらいの人たちですね。そういう人たちが、ギャンブル、うん、いや、本当は、ギャンブル禁止なんですけど、配っている券を受け取って、で、それを使って、子供にかけたってやるような、で、当たるとお金はもらえません。生活用品とか、うん、食事とか、ご飯チケットとか、おやつの詰め合わせとか、そういうものをくれます。で、私はそんなチケットもらってないので、そのチケットはドルで買うんですけど、だからこうやって、外貨を稼ぐための大会を開いてるんですよ。夜のイベントのためにね。うんうん。まあ、日本みたいに毎週毎週何十頭もみたいなことは絶対そんなことは無理ですから、うん、なんか月に1回か2回かっていうのを、一応やってたってらしいです。その頃私は、いわゆる在日の人に、
話聞いて、うん、で、その人も何回も言ってて、面白いけど、好きだったら行ってみたらいいのにって話があったんで、その点は私も、じゃあ、これにしようって言ったんですけど、うん。あ、で、はい、アンドレグールさん、いらっしゃい、ボインボイン。ボインボイン。どうもどうも、毎回毎回ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい。どうもどうも、はい、ゆっくりしてってね。ゆっくりしてってね。はい、戻りまして。はい。で、ちゃんと、通訳の人、ついてくれるんですよ。私一人に対して一人、うんうん。で、二日間、まあ、一泊しただけなんだけど、と、二日で80ドルぐらい取られましたね。強制的に。結構な額だと思うんですよ。20年前の韓国って、今よりも韓国ですよ。うん、韓国が今より3分の2ぐらいの給料だったので、それを考えると、相当、うん、あ、ずっとついてきてくれるので、で、うん、まあ、割と安いところは安いんですけど、で、その人に聞いたら、日本の製品の掃除機、一番人気だよって教えてくれました。うん、なんというかこう、トークサービスじゃないかもしれませんけども、でも掃除機ってあたりに生活感が出てたので、うん、まあ、本当のことだなと思って、はい。で、はい。こみちちゃん、いらっしゃい。こんにちは。こんばんは。今、あ、こんにちは、こんにちは。今、北朝鮮の競馬について話してます。私って、今、16歳の女子高生だけど、十数年前に北朝鮮に競馬を見に行くために行ってきたんです。で、その時のこんな競馬があったぜっていう話をしてました。まだ途中です。うん、はい。はい、いらっしゃい。ゆっくりしててね。でね、まだこの頃って、うん、今、この写真は、2022年の写真だったと思うかな。もうこの頃ってもう、うん、おそらくは全部サラブレッドなんですけれど、うん、当時はほとんどアラブとかバルクーマとかそういうのばっかりだったんですけど、一頭だけもう筋肉のつき方が違うくて、まだ調教もされてるんだなっていう立派なサラブレッドが一頭だけいて、そいつ聞いたらリアル車体の息子なんだよっていうのを通訳も教えてくれて、何っていう、リアル車体って、うん、その頃はもう20歳ぐらいかな。もう一世代、二世代ちょっと年取ってるんですけれども、まだ、種馬、種馬やってまして。うん。で、その時が、下がって今その時数百万円だったけど、前世紀は、冗談抜きで、種付け量、1200万ぐらいまで行ったのかな。そんな馬なんですよ。馬娘にも出てきてる、もうお父ちゃんだったりもしますので、まあ結構、高級な、で、さらに帰って調べたら、その馬って、で、まあ、中央ではデビューしてないけど、南関東っていう地方の中で一番強いところがあるんだけど、そこで1勝2勝くらいはしたみたいです。だから、本物のサラブレッドです、あれ。馬主の人が、パチンコを経営してる人で。うん。だから多分そっち系なんだなと。で、周りに回って、まあ、その子は8歳だったんだけど、8歳の、本物のサラブレッドは本当に周りと筋肉のつき方とか輝きが違うっていうのがよくわかりました。で、一頭、ジョッキーがもう乗って何もしてないけど余裕で一着だったんですよ。メインレースだったんですけど。うん、だからそのリアル車台くん、かっこよかった。やっぱり他の馬とは違うんだなっていうのはわかりました。はい。あれは、うん。面白いというか、いい体験しましたね。あ、で、そのリアル車体くん以外は、全部外しまして、私、競馬で1万か2万、2万ぐらい使ったかな使って、で、勝ったのは、リアル車体くんだけだったので、うん。で、しかも、ど本命で、で、そいつにかけたって、なんていうんだ、参加賞しかもらえなくて、なんか、グミとか、飴とか、詰め合わせをもらったんですけど、なんか、イタリア語ギリシャ語あまりよく覚えてないんですよ、そんな感じの。なんでこれがここにっていう感じのおやつで、しかも、もうこいつなんだけど、おいし、言い方難しいけど、北朝鮮の子供たちは喜ぶんだろうが、豊かな日本の、人が、これ食ったら多分嫌いって言うんじゃないかなっていうくらいの味でした。2万3万突き込んで、グミを吸う子っていう。私が見たことのあるような建物で、あって思ったのは、ここですね。ここ来たことが多分あります。そこ横を通っていくんだったら確か覚えてます。
で、中をチラって見て、うん、ああ、いるんだな、うまーとかって見てたので、これ、うん、2021年かなんかに、ヨーロッパの記者の人が北朝鮮に行って、うん、北朝鮮の上級の人たちの結婚式として、馬上の、馬の上の結婚式とかやるんですよ、みたいな、そういうところの写真として、うん、映像があったので、写真撮りました。うん、まあ、こういう感じで、ここ、ああ、なんか見たことあるなってありますよ、ここ。うん。っていう、うん、結構楽しかったです。で、まあ、私はもう一個、唐辛子の効いていないキムチ。キムチって、唐辛子って使わないんですよ。本当はね。で、韓国人って、なぜか唐辛子大好きじゃないですか。うん。だから全部唐辛子に埋まっちゃったんだけど、北朝鮮のキムチって唐辛子使わないから、そこまで、まあ、胡椒とかで辛くはするんだけど、っていう。今で、胡椒使うんだ。うん。近い味は、ご存知ですかね、水キムチ。あ、なんか聞いたことある。はい。水キムチ でした。で、それを使った、結構辛い、煮魚。私はそんな食べたぐらいで、むむ、これは鈴木かっていうほど、美味しいもやってないので、よくわからないけど、うん、でもまあ、薄味だったんだけど、普通に美味しかったですよ。はい。へー。うん、で、一泊二日で、船代とかで入れて、あ、北朝鮮って、直接韓国にはさすがに出国はできないんですよ。一旦中国に出て、ね、で、中国からさらに一瞬だけ入って、うん、で、降りずに、そのままの船で韓国に帰ってくるっていう、なんかね、あれとあれみたいな。うん。もう直接返してくれよと思いますけど、まあ一旦中国を通って帰ってくるんだけど。はい。ですけど、まあ、中国にも一泊しましたから、うん、3泊4日ぐらいで50万ぐらい使いましたけど、大変。50万使ったな。ホテル代が結構したから。うん、シャワーが水しか、冬に行ったんですよ。で、うん、シャワーでお水しか出ないので、鬼のような、うん、ところでしたから、結局シャワー浴びませんでしたけど、うん、そんなホテルが1万5千とかそんなだったような気がする。2万ぐらいしたかな。うんうん、まあだからそうやって、私は、とりあえず中国から入ったので、中国に、うん、中国でドルに変えてもらって、それを持って、北朝鮮に行くときも、中国に降りずに、うん、中国に一瞬寄って、すぐ出発しますって来たんですけど、うん、うん、それで、行ったけど、本当にいい体験をさせてもらいましたね。確かに。うん。いや、面白かった、面白かった。っていう話です。北朝鮮に競馬を見に行った人って、なかなかおらんですよ。そうだね。はい。結構、ただ、韓国まで入れたら、朝鮮って、うん、1921年にもう競馬って始まってるんですよ。うん、で、それはなんでかっていうと、主催は日本人です。日本人が馬を持ち込んで、そしてそこで、ソウル近くでやったらしいんですけど、うん、1921年に年に4回、計 8×4 で32試合やったよっていう記録が残ってるみたいです。で、一応、最初って日本も一番最初に1866年に、もうすでに、先週のことを思い出してください。1868年が維新。うん、ということは、うん、まだギリ江戸時代だった頃に、もうすでに来てた外人さんのために、競馬場を建ててるんです。うん、日本はね、うん。で、その後に、外人の方が圧倒的に強いんですよ。馬も強いし。勝つまで10年。1875年にやっと日本人が勝つことができたんですけど、まあ、ちょっと後で話します。だから同じように、朝鮮に日本人が、まあ、その頃は立派な馬もアラブだったんですけど、アラブの綺麗なのを持ち込んでることぐらいになって、1921年に、うん、お前ら競馬なんか知ってるの？じゃあ俺たちが開いてやろっかって言って、やってることはあんまり変わんねえなっていう、うん、そういう文化で潰すっていうのは、どこの国もやるんだなっていうのが、ね、うん。でも、そこそこ、なんか、どこまで本当かわからないけど、黒字は出たみたいなので。へぇー。なんか、お祭りと、年に4回、必ず、その頃の朝鮮って、お祭りやってたんですって。それに合わせて競馬をやったっていう。うんうん、で、お前ら競馬知ってる？
俺たちが教えてやろっかって始めたのがそれですね。で、今、全国、全世界で、多分、15ぐらいしか、オールサラブレッドで競馬をやってる国って、多分合わせてもう20ぐらい、合わせて20ぐらいです。そのトップ20の中に、今、韓国でちゃんと、競馬やってますからね。円に直して、年間6000億円ぐらいは、競馬で売り上げ出てます。そこまで大きくなってるから。あまり、だから、今、2017年に正式なる北朝鮮競馬始まりましたけど、100年後はわかりませんよ。ちなみに、韓国、6000億円ぐらい儲けて、お金が動いてるんです。で、1兆2000億円ぐらいが、だいたいアメリカってそんなんなんですよ。で、日本って3兆円です。おお。だから、心底競馬が好きなんだろうなって。確かに。まあ、日本の半分しか人口ないけど、2兆4000億円売ってるのがイギリスなんですけど。おお。だから、イギリスは日本にも教えてあげて、ありがとう、ありがとう、過去ムカつくって言いながら覚えたんですけど、案外面白くてみんなハマったんですよ。なるほどね。っていう話に関連する話、次の話はします。ちょっと咳させてください。今日本当にちょっと喉がね、はい、痛いので、何かフリートーク、ひろなさんと馬について話し合ってて、話してください。じゃあ、1分ぐらいお願いします。まあ、特に何もないです。あ、でも確かにサラブレッドってさ、テカテカしてる。北海道のドサンコだったっけ？あれはそういう感じじゃないよね。ドサンコ可愛くって好きだけど、足がさ、めっちゃ太くって、毛深いの、ドサンコって。あれはでも、スピードを競う、その西洋の競馬とはやっぱり毛色が違うのかな？発祥は同じなのかな？あれはそれとも日本独自の文化なんだろうかとか思っちゃう。はい、っていうかさ、サラブレッドって言うけど、サラブレッドってどっから来て、あれでしょ、ほら、ワンコみたいに多分人間が品種改良して育てたんだと、はい、作ったと思うんだけど、あ、戻ってきた。はい、まず北海道でやってるのって、それはよく見かけるのはあれですよね。大型の馬を使った、1トンを超えるようなものもありますよ。馬を使って、後ろに人間が乗って、前を走らせて、反り勝負ですよね。そうそう。はい。あれは、ローマまで遡りますね。まさか、チャリオッツ、あれ。はい、そうです。チャリオッツです。ベンハーじゃん、すごー、あっこから来てるんだ。そうですよ。あれが、今でも、イギリスとかでは普通にレースやってますし、イタリアも普通にやってるんじゃないかな。はい。全国っていうか全ワールドでやってますよ。そうなんだ。はい、そっちの系譜なんだ、はい、あれって。まあ、びっくり。で、チャリオッツがあった頃って、あの頃は大型の馬で使ってて、ナイアガラで500キロあると言っても、サラブレッドって、軽馬、軽い馬と書いて軽馬ですからね。ほう。スピードは重視されるけど、パワーはもっと強い馬いくらでもいますよっていうのがサラブレッド。まあ、スピードだけだったら2位。400メートルまでだったら、サラブレッドより、サラブレッドより早いっていう品種が一種あります。アメリカであります。はい。アメリカでそれの専用の、それこそカジノとかで本物使って、400メートル線で、そいつ使った競馬みたいなのもあります。はい。ああ、短距離の競馬。それよりは長くなると、もうバテッバテになって、もう600メートル走る頃にはもう歩いてます。そんな馬がいます。なるほどね。はい、で、なるほど。サラブレッドっていうのは、もう今の形だと、多分ベストで1600、ですから1マイル。1マイルから、4マイルぐらいかな。10キロを超えると、今度はアラブの方が強いです。ああ、なるほど。はい、アラブって文字通り、1750年頃に中東からイギリス人が分取ってきたんですけど、もうそれがおいってやつだけど、まあ、取ってきたりして、で、掛け合わせて、そのアラブ馬をさらに強いやつ、速いやつを掛け合わせてあるのが今の馬ですね。今の競馬で使われているサラブレッドですね。だからサラブレッドって、本当に F1 みたいなもので、
うん、競馬以外には使えないんですよ。例えば競技ってあるじゃないですか。馬を使って石をきれいに走らせるとか、うん、例えば階段を登らせて降りてきてっていうのを、綺麗さを見せるみたいな競技会って、オリンピックですとかでありましたよね。はい、見たことある。ああいうオリンピックみたいな競技はサラブレッドはぶち切れやすいので使えません。あ、使いにくいです。やってた気もないんだけど、弾取ってしばらく、うん、修行させないと使い物にならないですね。うん、あ、ちなみにこれ もうトリビアの話に入るけど、うん、紀元後300年ぐらいにやっとアブミって出始めたんですよ。うん、アブミってわかりますか？アブミってわかります？足のところにかけるやつ。あれが出始めたのが紀元後300年くらいです。戦貴族が使い始めました。それまでは、重い馬はチャリオッツ引かせて、で、軽い馬は速さを生かして偵察とか一撃必殺とか、そういう人たちです。だから、ほら、ハンニバルって馬をすごい便利使ってたけど、想像するような、槍を立てと並べて突撃みたいなのができないので、ただ足元がフラフラしてるんで、一瞬だけ槍投げを使って、もしくは弓を使ってバシーってやって、あとは逃げるっていう。それだから馬みたいに、馬を使った打撃戦みたいなのはやってないです。だってしなくても普通にチャリオットが強いもん。チャリオットって戦車っていうだけあって、1000キロぐらいの馬が3匹がこっちに向かって突っ込んできたら、まあ逃げれますよね。確かに。怖すぎる。で、まだ遠くからいたら、ガンガン弓矢とか撃ってくるし、近くは近くで、なんか武器を振り回してくるし、あんなの私に、もう誰だって逃げますよ、あんなもん。狂ってる。あ、はい。そういえば私と馬の話あったわ。ミノンに住んでたんで、馬、馬車がありました、そういえば。そしてその馬車の馬がめちゃくちゃ大きくて怖かったです。今思い出した。確かに、あれが、もっとでっかい馬が、3頭突っ込んできたら、それは怖い。怖いです。うん。はい。なるほど。さて、では、はい、次の章に入ります。はーい、お願いします。今度は先ほど少しお話をさせていただきました、明治時代のことです。うん、うん、うん。じゃじゃーん。ちょっとすごい細かくてごめん、本当にごめんなさい。この人、西郷嗣道さんです。はぁ、い。西郷さんの弟。ほう。はい。いわゆる一つの西郷さん。お兄ちゃんの方は、また金玉よく使う言葉になったな、本当に。金玉をフィラ戦争にやられて、めっちゃ金玉が大きくなって、はい、馬が乗れなくなったのがお兄ちゃんです。お兄ちゃんで。で、この西郷嗣道、まあ、柔道っていう、ちょっと偉くなったらかっこいい読み方が変えるんですけど、まあ、この人ね。まあ、この人は、小西郷って呼ばれました。小西郷って呼ばれました。で、戻りまして、この、の、西郷弟が、1875年に、外国人が、まあ、イギリス人なんだけど、主催した競馬で、日本人が調教して、日本人が乗って、レースに勝った馬がいて、その乗っていたのが、西郷弟さんです。つまり、競馬で、世界から一勝を奪ったのは、西郷隆盛のお父さんなんです、なんと。おー。これ結構、すごい。トリビアじゃないですね。確かに。はい。一心向いた、報いたね。うん。この人は、えらい。お兄ちゃんは、まあ、鹿児島に帰って反乱を起こしましたけど、弟さんはですね、明治が始まったら、軍人だったんですよ。ああ、海軍大使、海軍って書いてありますね。そうです。で、順調に出世して、で、競馬って、まあ昔、今みたいにジョッキーとかが専用のジョッキーとかいませんから、調教も自分でやるのがまあ普通だったんです。それをまあ人にどんどんやらせるようになって、現代の競馬みたいに調教師が育てて、ジョッキーが乗るみたいなのが始まったのは、本当1900年入ってからですね。
これはイギリスでもそうだと思います。はい。だって1850年とかがダービーの第1回で、うん。その時にダービーさんいたは、あの、少し前の話ですけど、その自分の馬がどの程度走ったかを、ツンツンとツンツンとで聞かされて、100歩ってやってた。まあだから、まだ競馬も最近にやっとっていうのも本当に100年とかのそんな話ですので、はい。うん、まあ、それはともかくとして、この人って、その後に軍人から政治家になって、大臣も歴任しましたからね。だから西郷さんって、西郷さんの弟の子供だった子供、子孫たちっていらっしゃるんですよ。へぇ、そうです。だから西郷キーが戦ったようなくではなくて、本当 に西郷隆盛が戦った、あれは戦ったんで。うん。はい、で、軍人としても結構実力本当に有能だった人なので、あの、西郷隆盛の弟だからって、のけ者にしてるような暇なかったので、世界に追いつくためにはね、競馬だけじゃなく、いろんなもので、だから、有能な人はもとにかくお前も働けるようなもので、まあ、そういう人たちなんだけど、だけどね、ここで、はい、まあ、ここまでが、普通の、はい、トリビアです。さらにトリビア。はい。これ知ってたら、割とうんちく勝負をした時に勝てますよ。おはい、お願いします。ぜひ。この、日本で、競馬で、初めて、外国人相手に、一着を取った人。うん、これは、根岸競馬場。横浜の中央のど真ん中に、昔、根岸っていう、日本で最初の競馬場があったんですけど、そこでやったんです。はい。うん、で、その、初めて、馬の名前が、はい、みかん。かわいい。かわいい。ついに、日本人が、競馬で勝ったぞー。お、さすが、西郷さんだ。あと、みかん。みかん。みかんが勝った。で、面白かったのは、イラスト屋さんで、いい家ないかなーって探してたら、なんと、みかんを食ってる馬さんが、絵になってた。なんと多分、イラスト屋さんって、そこまで考えてないと思うんだけど、描いてたらすごいなと思うけど、偶然にも、馬がみかん食ってるっていうすごい面白いを見つけて、自分一人勝手に笑ってました。これはびっくり。これ、トリビアじゃないですか？確かに。そういう話。かわいい。で、まあ、それが、日本の競馬の歴史はここから始まったんです。みかんから。なるほど。みかん強い。みかん偉い。みかんね、本当に偉い。で、日本の、いわゆる野馬っていう、足が短い、足の下から、なんて言うんです。高さで比べる分には、110センチぐらいの小柄の馬。アラブで150センチぐらいありますし、サラブレッドもでかいのになったら170とかいきます。その中で、その、野馬っていう日本の馬とアラブを掛け合わせて、できたのが、みかん。おー、みかん。小道ちゃんもみかんさんって言ってる。でしょ？みかんっていうの結構、おいって思いません？いや、でも多分。いやー、好き。めっちゃ好き。みかん。大好き。一応、多分漢字はまだその歴史、データほとんど残ってないので、ほとんど残ってなかったんですけど、多分漢字で書いてあって、漢字で見たらみかんって結構かっこいいと思いますけど、現代人の感覚で言えば、ふふふって。かわいい。もう一個。初めてイギリス人に勝ったわけですよね。じゃん。はい。これ、イギリス人の書いた、よっぽど悔しかったんでしょうね。こんな風刺を新聞に当時日本の外人さんたちが読む、新聞にこれが載りました。へぇー。だからよっぽど悔しかったんだと思うんですよ。だから、なんか、まあ、こんな感じで、ジャポンやるじゃねえかっていう代わりに、こういう風刺みたいなのをすぐ新聞に書きたがるじゃないですか。で、当時の絵ですよ。多分こういう顔だったんですよね。最後弟の顔って多分こんなだったんですよね。で、多分、もう消しますけど、どうちゃん、多分似てる気がするんですよ。いや、なんか、ゆるキャラみたい。はい。まあ、だから、まあ、可愛いから許すかな。っていうか、だから、イェイイェイ、
イギリス人やーいって言ってたんだ。多分ね、本当に割と大きな、今でこそ情報ってほとんどなってないけど、当時はだから競馬で本場に石をあげた、すげえってなってたんだと思うんですよ、多分ね。うんうんうん。だからまあいい話がありましたと、そういうことです。はい、これが戦前の競馬です。はい。おお、すごい。で、まあ戻しますけども、1921年には挑戦相手に競馬を教えてやろうかって。やっと、いや、だから同じことを人にやるとやっぱり気持ちよかったんだろうなって。あー、なるほどね。世界中でやってますね。うん、なるほど、なるほど。はい、そういう話でした。はーい。では、次です。今度は、戦後すぐです。うん。じゃじゃん。有馬頼康さんです。はい。ほう。1868年が、維新だね。そして、1884年に生まれた人です。はい。うん。この人って、有馬っていう名前でピンとくる人は来ますけど、佐賀県に有馬藩っていう、あったんですよ。ほう。だから、殿様の、もう維新だからないけど、貴族委員でしたっけ？そういうのあったじゃないですか。うん。その一人として、生前は、まあ、いわゆる割と体とかあまり強くないから、戦争っていうわけではないんですけど、政治家として、割と人道的な政治をして、人望はかなりあった人です。で、まあ、確か農林水産大臣とかもやったんですけど、まあ、それで、まあ、終戦を迎えまして、そしてね、競馬って、何やかいってさっき見たじゃないですか、1946年に競馬やってるような、競馬好き大好きな人間だから、日本人だから、そこら中に競馬場とかもあったし、はい、いっぱいいっぱい作ったんですよ。はい。そしてね、この人が、はい、競馬ですよ。12月ですよ。って言っても競馬やらない人ですよね。ほら、1年の締めくくりは、有馬記念じゃないですか。ああ、あれってそういうもんなんですか。有馬記念の有馬さんは、この有馬さんです。おー、なるほど。はい。法律を整えて、で、ちゃんと、地方は地方、中は中央で、お金が入るように、法も、官僚の皆さんたちと一生懸命考えて、この人は、初代か二代目の JRA のトップ、をやったし、はい。で、官僚さんとも話し合って、ちゃんと、そのお金が、まあ、最初のうちはいろんなことに使われましたけど、その55年の競馬法っていうのができたんですけど、ちゃんと馬を作ってる人にお金が渡るようにいったんです。作った人です。で、ちょっと、これって、まず、東京競馬場って、東京23区にはないんですよ。ちょっと西にある、府中市っていうところに、東京競馬場があるんですよ。はい。で、それが一大お祭りでした。もう1955年ともなると大祭りでした。そして、23区を挟んで、千葉県の船橋。船橋に、これも中央の JRA の競馬場で、中山競馬場ってあるんですよ。ああ、なんか聞いたことある。なんとなく聞いたことあると思います。あるある。この二つがコマーシャルとかで見た気がする。はい、そうです、そうです。現代で言えば、皐月賞とかが、中山城で行われます。それから、この有馬記念が中山なんですよ。ほー。で、その頃って、東京競馬場だけ、うわーってなって、中山って特に面白そうなレースなかったんですよ、正直ね。そこで、中山について考えた結果ですね。この人が、ダービーっていうのは、決まった、ね、年齢の馬の中で最強馬を決めようぜっていうのが、ダービー。じゃあ、有馬記念はっていうのは、オールスターズなんですよ。野球でオールスターってあるじゃないですか。投票して、選手を選ばれて、スターたちがやるっていう、オールスターゲーム。それを作ったのもこの人なんだけど、野球に関しましてはかなりこの人が動きましたから、そういうことを作った人なんだけど、話を戻して、この人は、じゃあ、馬っていうのを投票で選んで、そいつら戦わせようぜ。って始めたのが、まあ、その時は、さすがに有馬記念なんて自分の名前つけませんから、中山グランプリだったんですよ。それが第1回。で、第1回は、その当時、最強な馬はなんだって、
年末にやるようにに作ったのを作ったか作ったところ大ヒットですよ。もうめっちゃ面白いじゃんって。で、第1回にもかかわらず中山グランプリ、はい、なんとダービーと同じ金額をかけられたんですよ。この人中山作戦大成功。ね、で、レースの後2ヶ月で死亡ですね。うん、有馬さん。ほう。休止。なるほど。うん、で、第2回中山グランプリは名前を変えられて、うん、有馬記念になったんですよ。うん。で、今もね、ずっと有馬記念は続いています。へぇー、はい。その話を、こういうのもあまりいないので、有馬記念って、有馬ってあんまり、だから何っていう人も多いんですけど、こういう細かいところ気になるのが私なので、そういうのも知りました。うん、あでも、意外と人の名前ってついてるから、安田記念っていう春のマイルチャンピオンを決めるやつとかは、安田記念だし、あれ安田さんです。おー。とか、まあ、そういう話をしても、多分、もうあと3時間は話せるので、それぐらいにしときますけど。はい。だから、この、有馬記念は、有馬さんが作ったんです。おー、すごい。はい。っていうか、有馬さんっていろんなことやってますね。そうですよ。有馬さんって、だから、考え方がすごく柔軟な人で。確かに。で、しかも、この人、だから、さすがに維新に入ってから生まれてますけど、でも、うん、当然お父ちゃんはまだ大名じゃないですか。うん。大名の、もう子孫で、考え方がものすごく柔軟で、うん、思いつくことも、それから今までの政治家としての、なんというか、やってきた、農林水産大臣とかもやってますので、大臣経験もある。うんうん、それはもう戦後時代に、いろんなグループからトップになってって言われてますよ、そりゃ。うん、はい、確かに。てか、はい、おじいちゃん、岩倉朋美じゃん。すごい。そうですよ。はい。へぇー。だからこの人、血統も実績も、名前も最強なんで、うん、いろんなところのトップになってるんですよ。ある意味やるじゃん。サラブレッドちゃん。サラブレッドですね。あ、それ、ま、ちょっともう一回言ってもらえますか。もう、だから、僕、この、有馬さんって、ものすごく、日本の文化に役立った人なんですよ。うんうん。あ、サラブレッドちゃん。カットでしばらくつなげる。今でつなげる。はい。あ、そう。ごめん。なんか、ちょっと、あれだったけど。面白い人だね、この人。学者さんなんでね、さらに言えば。そうですね。面白い。うん。有馬さんだけで、一冊本も書けますし、なんだったら大河ドラマになれますよ、この人。確かに、これは本一冊書ける。はい、そう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 。すごい人ですよね、この人ね。うん、おまけに、農林大臣、第一次近衛内閣、偉い時期に、農林大臣とはいえ、まあ、戦争にはあんまり関係ないのかもしれないけど、偉い時期に大臣やってる。まあ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 、それはもうしょうがない。うん、面白い。有馬さんって、信長の野望にも、うん、もう、有馬、慶喜だったかな出てますよ、うん、ちゃんと。ご先祖様が。有馬さんって言って、乳蔵寺さんと大友さんに挟まれて、うん、あっちに味方したり、うん、こっちを味方しながら、江戸時代に残りましたからね。有能。確かに。はい。はい、めちゃくちゃ有能。地獄の九州三国志に巻き込まれたけど、なんとか生き残ったっていう人です、うん、の子孫ですね。まあ、面白いな。だってさ、左には乳蔵寺がいて、右手には大友がいて、うん、で、下からは清水が襲ってくるわけでしょ、うん、おいって話ですよね。すごいすごい。うん。結局、昨日残りましたよね、有馬さんね。うん。で、その後もずっと、今も有馬さんって割と偉い人の社長とかも確かやってますよ。確か、昔も調べた時も、あ、こんなことこの社長やってんだ、今もいるんだっていう感想を持った記憶があるんで。うん。はい、でもあれですよね。日本で競馬が続く限り、この人の名前は残りそうですね。うん、そりゃあ、有馬記念の、あ、そう、だから、今までの一レースで一番稼いだのは有馬記念です。うん、おー。先週のジャパンカップで260億円ぐらいだったんですけど、うん、有馬記念の最高記録が860億円。うん、おー。一件のレースで。で、その時に勝った馬が桜ローレル。おー。後に凱旋門賞にも出ましたね。はい。おー。
惨敗だったけど。いやあ。桜っていうのは、クレパスのような桜クレパスとかじゃなくて、肉屋の桜っていう。うん、はい。馬だけに。はい、で、馬娘にも、桜爆心王とか、ありましたね。ああ、なるほどね。へえ。いや、あら、競馬ってすごいな。だって、一試合で860億円動く試合を、うん、を作った人。それが、パリマさん。偉、うん、い。なるほど。偉い。はい、めっちゃ偉い。うん。面白い。はい、先生、次の、なんかのテーマも面白そうなんですけど。こちらなんですけど、パリマさんって、5分ぐらいで終わらせるつもりだったのに、なんか20分近くやってるけど、はい、まあいいや。そうですね。じゃあ次に来ます。いやでも、はい。どうぞお願いします。どうぞじゃないか。ごめん。よろしくお願いします。面白そう、これも。はい、はい。その前に、まず、馬とか、家畜とかって、うん、哺乳類って、6000種ぐらいいるんだけど、うん、家畜にできるような種類って、20種類ぐらいなんですよ。うん、うん、うん。馬とか、牛とか、うん、あと豚とか、うん、あとはまあ一応、鳥関係は結構いるんだけど、これが哺乳類で家畜になるのって、あとロバとか、あとは水牛とか、うん、ヤギとか羊とか、本当そんなんしかダメなんですよ。うんうん、例えば、ロバの仲間の近くで、あ、実は馬の名前で、なのに、馬の名前なのに、うん、実はロバの方がだいぶ近いっていう、シマウマ、うん、シマウマって、めちゃくちゃ気性が荒いんですよ。ああ、確かに。だから人に懐かないんですよ。うん、競馬なんてとてもじゃないね。うん。はい。だから、家畜って未だになってないでしょう。うん。で、ロバも、チンコ切らないと、とてもじゃないけど、暴れまくるので。ほら、ロバって、なんか、聖なる人、聖者が、痩せ細った年寄りの老婆を紐だけ持ってトコトコやるイメージしかないでしょう。まあ、キリスト教なんだけど、はい、てか、イエス様が、そうやって街に帰ってきたんだけど、うん、でも、あの馬って、おそらくは小さいうちに、もう、金玉を取った馬で、ロバで、うん、実際に玉とかついてたら、イエス、槍で刺される前に殺されるんちゃうかな。そのぐらい、ものすごい気分、荒いんですよ、馬って、ロバって。おー、なるほどね。へぇ、うん、だから、ロバと、比較的おとなしい種類の馬、うん、馬と、アイコで、オスのロバと、メスの馬を掛け合わせて、うん、ラバとか作るんですよ。その、染色員の問題で、子孫は、本当に20頭、ここ100年ぐらいで20頭ぐらいしか例が出てないという、すごく子供ができにくい種類なんですけど。うん。ちなみに、ラバって知ってますよね？なんか知ってますよね？名前しかわかんない。なんか知ってますよね？ケッティって知ってます？え？ケッティ。ケッティ？ケッティ。何それ？オスの馬とメスのロバを掛け合わせると、ロバじゃなくてケッティになるんです。わかんない。こちらもあんまりもう、なんでケッティって、ここまでマイナーかっていうと、まず、あんまり、気性がおとなしくならない。だから、かける意味ない。それプラス、あんまり、種付けが成功率低いんだって。で、ロバってものすごく簡単にできるんですって。だからみんな、ラバばっかり作って、ケッティっていう謎の馬っていうものになるんだって。謎。で、せっかく掛け合わせるんだったら、そうやって、馬とかのおとなしい気性とかを取り入れるのにあんま変わんねえじゃんってことで、うん、ほとんど誰も作らないんです。はい、そういう感じ。おお。へえ。で、このように歴史はありますが、はいはい、ありますが、うん、馬って、うん、人間のために生まれたようなものですよね。はあ、そうなんですか。集団でいるから、うん、島ぶりも多くでいるできるから一頭の馬に付き従うんですよ、オスも。だから、うんうんうん、ご主人様、兼人間だったら、その人間に懐くなら、全馬が懐くんですよ。そんぐらい、ものすごく、気が柔らか。うん。なのに、めっちゃ速いし、うん、背中は乗せるのにぴったりの形だし、そりゃ、馬っ
って神様が日本、神様が人間のために作ったに違いないってなりますよね。ほう。だから、もう本当に家畜になったのは、多分、おそらくはトップなのが犬で、犬って万年単位、うん、おそらく万年、何十万年の、とも、歴史があると思いますけども、うん、その犬の次に家畜になったのは、多分猫なんかよりかは、よっぽど馬じゃないかな。猫ってあんま可愛い以外に特に役に立たないでしょ、あいつ。確かに。まあ、ネズミか。ネズミ取ってくれるか。ごめんごめん。まあ、ごめん あいつなんか懐いてる感じがしないんですよね、なんか猫って。農業が始まったら、有能になるんだけど、まあ、だから、やっと、1万年くらいが、猫、うん。多分それよりも、昔から、家畜にしてると思います。だって、乗ったら早い。運んだらすげえパワーある。うんだって自分の体重よりも何倍ものものを引けるんですよ。うんうん。はい。ただ、馬には弱点が一個あるんですよ。ほう。馬って人間と同じで全身から汗かくんですよ。ほう。犬とか猫って滑らないようにするためだけに肉球だけは汗かくんですよ。犬も猫もね。でも、馬とかって人間もそうなんだけど、単純なスピード勝負だと、勝った馬はいくらでもいますけれども、その、マックスよりもちょっと少ないのを、長時間、続けるっていうのは、人と馬以外はないです。人間って実は、まあ、30キロがせいぜいだけど、1時間それで走り続けるから、実は結構、長距離になると、人間って結構やるんですよ。うん、うん、うん。それはなぜかっていうと、走ってても汗かくんで、体を冷やすんですよ。なるほど。だから、他の動物って他にほとんど汗をかかないので、頑張ったら、しばらくしたらオーバーヒートになるんだけど、人と馬だけはオーバーヒートが、長時間走れるんですよ。うんうん。はい。で、だから、逆に、汗って、ものすごい勢いで塩が減っていくんですよ。塩ね。なるほど。で、塩って、塩がなくなると、水筒圧を利用して、細胞核から水分を送り込むんですよ。うんうん。なので、夏になったら塩舐めろとか言われるじゃないですか。言いますね。あれって、体から塩が不足しちゃうと、いくら水を飲ましても、何の役にも立たないんですよ。うんうん。だから、塩味の飴とか、塩味のドリンクは、夏とかになるといっぱい売ってるんですよ。なるほど。同様にね、馬って、人間よりもはるかに体重あるじゃないですか。うん。ありますよね。うん、そうなりますと、人間よりも何十グラムも塩使うんですよ。うん。だから、日本で馬といえば武田軍団じゃないですか。うん。武田って、実は武田とか上杉とか北条とかって、まあライバルですよね、この人たちね。うん。で、馬の数を計算したところ、馬の数はほとんど変わらないんですよ。ではなぜ武田で馬が有名かというと、この日本ってものすごい山だらけじゃないですか。その山の中を動く、馬を動かすような技術が優れているから最強なんですよ。おー、なるほど。だって、スッて近づいて、バシッて殴って、負けそうになったら山の中逃げたらいいんですよ。それ卑怯だし強いですよね。だから、戦国時代当時から武田はずるい、卑怯、強いだったんです。なんだけど、日本って岩塩がほとんど出ないんですよ。うんうん。岩塩ってなんで大陸の真ん中にできたかっていうと、大地って動きまくるじゃないですか。海が閉じ込められて、やがてその水が全部なくなると、表面に塩がいっぱい取れます。これが岩塩です。で、日本には岩塩ほとんどないんですよ。出ないんですよ。だから、塩止めって言いまして、じゃあ分かったよ、武田くん。君への輸出は、なしにするもんね、ってやってるだけで。武田って、馬を使った、輸送とかも最強なんだけど、馬が使えなく、それで、馬が使えなくなるんで、輸送に使えなくなるんで、すべての、産業がゼロになるから、だから、武田にとっては、塩止めって、最悪な戦法なんですよ。勝てるわけねえじゃんっていう感じになるから。だから、上杉とも、今川とも戦い始めた武田信玄ってバカだなって。どっちも海に繋がら、仲良くしないから、一気に塩が減っちゃった。困った
わかった。よし。北は、上杉くんと喧嘩しちゃった。で、逆の、太平洋側は、今川さんの息子さんをいじめまくったし、で、塩とかも手に入らないから、よし、徳川いじめよって戦争が始まったんです。今までは割と徳川と武田って仲良くやってたんですよ。でも今川くんと上杉くんと徳川くんだと比べると、まあ、今川にはバックに北条いたから、手出すときもまた怒られるから、で、上杉は基地外だから、ものすごい強いから、よし、一番弱い徳川くんをつぶそうって。うん。だから、ボロ負けして、うんこ漏らしたりしてるんですよ。っていう話。あ、すごい。何の予定もなかったのにこんな話しちゃったぞ。まあ、そういうことです。いや、なんか、急にぶっこんできたなと思って。そうで、うん、そうですよ。このように、あ、ちなみに戻ってきましたけど、はい。はい、馬の、最古の馬を家畜した証拠は、4000年前、うん、今で言う、ウクライナ、キーウです。キエフ、キーウ。そこの遺跡から、犬の骨と馬の皮の骨が、いっぺんに並べて出てきたんですよ。これは、いい役に立つ友達として扱ってる証拠ですよね。なるほど。お墓だったんだね。それが出てきたのが、うん、まあ、生贄したのかは、ちょっとわかりませんよ。多分、その並べ方とか、周りの、見ると、これはまあ、生贄だな、とか思ってけど、まあ、それ置いといて、うん、だから4000年前には、人間の気持ちは、犬くんと同等の馬くんがいたんです。ほう。で、はい。ここからが、こんだけ、延々、馬って素晴らしい話をしてから、出るんですけど、うん、はい。ここからが本編です。1時間話しか経ってる、とも経ってる。まあ、もう戻りまして、うん。はい。一番最初に、歴史の中で、最強の馬だって、名前が出てきたのが、うん、多分こいつが初めてです。じゃじゃーん。おわかりますよね。出た。出ました。アレクサンダー大王様ですよ。おそしてね、この馬くん。馬くん、名前も伝わってます。え、ちょっと待って、この馬そんなに大事な馬なの。はい。名前が、ブケファロス。おぉ。ブケファロスの時もあります。ブケファロスさん。ブケファロスくんです。この馬、アレクサンダーくんが、まだ少年だった頃に、うん、もう誰もこの馬とは、もうすぐにみんな、なんか食べ殺されるし、踏み潰されるし、食われまくるし、もうこの馬なんとかしろよ。買わない?強さだけで言えば最強だよっていう方、売り方をされたんです。うん。しかも、いろんな犠牲者も出てるので、うん。最強なのはわかるけど、まあ、その頃ってまだ小さかった国ですけど、100億円ぐらいが、例えばそれを、その軍の使うお金だとしたら、まあ、数億円じゃないと売らねっていう感じだったんですけど、で、少年がね、お父ちゃんに、あいつ乗れたら、あれ買ってって。そんなフェラーリを買うような感じで、あの馬買って、パパで、じっと観察したら、アレクサンダー君は分かったんですよ。うん、自分の影に恐れてるだけで、実はおとなしいんじゃねえのってことに気づいて、見事に、じゃあ、影を消すようにして、そして相手にこの馬に姿を見せて、それだったら多分おとなしくなるんじゃないのって実験して、乗れた。パパ、5億円の馬買ってって。100億円ぐらいでしか軍は組織できないのに、うち数パーセント1頭の馬。5%?でも、まあ、やっぱり、父ちゃんもかなり優れた人だったので、あ、こいつ強いわってことに気づいて、うん、あ、買うか、余裕か、余裕で買うって買ってあげて。うん。で、この、ブケファロスくんね。うん。紀元前326年の6月に死んだんですけれど、アレクサンドロス大王が29歳か30歳の頃に、ブケファロスくん死んじゃったんですけど、うん。どのくらい愛したかというと、よし、わかった、うん。この墓場の周りに、都市を作ろう。そして、この都市の名前は、ブケファロスだって。おぉ。はい。愛してる。そのくらい愛してたんですね。おぉ。はい。で、その後、紀元前326年の6月に、ブケファロスくん死にまして、うん。そして3年後、紀元前323年6月に、32歳で急死、6月に。うん。っていうか、死んだ日一緒です。おぉ。感動でしょ?さらにすごいのは、すごい。
ブケフォロスくんが生まれたのが、紀元前355年。うん、だから30歳だから、まあ、大した長生きしたんですけど、うん、紀元前355年の4月に生まれたんですけど、その次の年の4月に同じ日にアレクサンドロスくん生まれたんですよ。おぉ。まあさすがちょっとできすぎかなっていう気はしますけど、でも、おそらく年齢はおそらく合ってて、季節でも合ってたから、兄弟のように生まれて、兄弟のように死んだんですよ。へぇー。どうこの、ブケファロスくん。ちょっと感動の話がまた、この大王様に一個ついたでしょ。おぉ。で、だから、ヨーロッパのその当時の、まあ、ちょっと後の人たちも、その話聞いて、なんというか、大王はやっぱすげえや、っていうか、あの馬もすげえやって話になったので、こうなったんですよ。うん、ローマ時代の、こちら、聖堂の、聖堂家なんですけれども、うん、表が大王で、裏が馬って、うん、ブケファロス。なるほど。それで馬なんだ。で、もう金貨で、ブケファロス君とかもなってるんですよ。金貨になってるぐらい、ものすごく、あの馬すげえな。よし、金貨続けろっていう話ですね。でね、ちょっと見えにくいかもしれませんけど、伝説なんだけど、ブケファロス君ね、どのくらい凶暴だったかというと、さらにもっとすごい伝説も、強い伝説持ってるのは、角を持ってたみたいなんです。角ね、角。馬に角。だから、なんで。いや、わかんない。多分伝説。なんで、この金貨の方をよく見てください。この辺見てください。うん、耳ではなくて角が生えてるんですよ。もう伝説で、ブケファロス君は角が生えてたんだよっていう伝説が残るぐらい最強だったんですよ。だから、もう、最初の大帝王のそばには最強の馬がいたっていう伝説が残るぐらい、馬ってもう人間の友達なんですよ。おー、なるほど。なんとなく見たことあるです。ありますよね。なぜか、このアレクサンドロス大王様って、そばには必ず馬っているじゃないですか。ブケファロス君です。おー、疑問にも思わなかったけど、なるほど。そんな言われがあるんだ。面白い。でしょ。はい。まずこれがアレクサンダーね。うん。で、ヒーローと、なんと言えばいいのかな、最強には最強が埋まっているもんですよね。いる。呂布には石とばがいたりするじゃないですか。いる。同様にね、次はこれです。ダン、出た。また出た、はい。出ましたよね。この馬。あ、ちょっと待ってね。コメント読みます。はい。小道ちゃん、サラブレッド、アニマさんの話だね。うん、そう。で、続いて小道ちゃん、信頼のおける仲間という感じでしょうか。ウクライナの発見された4000年だっけな。うん。並べて犬とね。ってところの話ですね。本当にそうだよね。うん。それに比べて、まあ、猫の、もうね、生意気なことかって気はするけど。はい、まあ、先生以上です。猫はまあ、ネズミしか戦えませんしね。しょうがない。で、ブケファロスくん。紀元前326年の6月っていうのは分かってるので、その時にアレクサンドロス3世がどこにいるかが分かれば、まあ大体この辺だなっていうの分かるじゃないですか。それだと、パキスタンだって。パキスタンの海岸のどこかだっていうところは分かってるんだけど、その都市、ブケファロスはまだ見つかってないです。はい。てか分からない。そうやって無理やり作った街だから、多分すぐに廃れたんじゃないかな。一応、とても通る大きな道はあるけど、でも無理やり作った都市なんで、すぐ多分廃れたんだと思います。そうだよね、確かに。だから今でも使ってないです。はい。まあ、なこと言うたら、馬関係で言うと、馬で、今回は出てこないけど、馬といえば、まあ、あの民族ですよね。そうだね、モンゴル。あいつですよね。あ、ちょっと待ってくださいね。コリンさん、こんばんは。こんにちは。はい、こんばんです。いらっしゃい。初見の方ですよね。はい、ようこそ、おいでいただきました。ありがとうございます。こんにちは。一日中、馬をばっかりやってます。今は、アレクサンドロス大王、私ね、結構噛むんで、はい、その辺は、チーって見ててくださいね。アレクサンドル大王と、ブケロスっていう、ちょんちょんと、この馬、この絵はなんとなく有名なんだけど、この馬、名前もちゃんとあります。そしてその逸話もたくさんあります。そして今からしようとしてるのは、これ。
まあ、まあ、な、まあ、ナポちゃんですよね。ナポちゃんの、これ、この馬、名前がちゃんとあります。っていう話。一応、ちょっと、横でと話として、例の、チンギスハン。チンギスハンって、お墓は見つかってないんですよ。うんうん。どこで死んだかも分かってない。それが、だから、こういう、一箇所の都市に決してとどまらないから、どこで、どんな感じで死んだか、さっぱり分からないんですって。で、たまたま、ついてきてた、中国人の商人がいたから、なんとなく歴史はなんとなくは分かるけど、でもそれは絶対適当な歴史で、完全的な歴史はまだ見つかってないっていう。まあ、文字なんてないですから、そんなですね。うん、まあ、はい、コリンさんいらっしゃい。ゆっくりしててくださいね。はい、ゆっくりしててくださいね。さて、では、で、これ、この馬、ちゃんと名前分かってます。はい、という話です。こちらですね、名前が、マレンゴさん。お、マレンゴ。マレンゴ。オスです。マレンゴ。マレンゴ。うん、1800年に、マレンゴっていう都市を落とした時の乗り馬にしてた馬で、うん、もうこいつ縁起がいいから、今日からお前はマレンコだって。結構でかくて、そばを大砲とか、ジューとか、弾が飛んできても決して恐れなかったんですって。うん、で、はっきりはわからないけど、おそらくは7歳ぐらいですって。はい、で、もう有名な戦いにはほとんど乗ってて、結局、1815年、ワーテルローと戦っていて言いまして、1815年に、まあ、負けて、ボロ負けされて、島流し食らって、まあ、翌年には死ぬんですけど、そしてね、その時も、この、マレンゴ君には乗っていました。はい。で、でも、イギリスの貴族にと捕まって、名前が、ウェリントン公、公爵です。この人が、マレンゴ君を持って帰って、この時ってもうすでに24歳とか5歳のサラブレッドで言ったらもう、種付け仕事は4、5年前に終わって、のんびり暮らす。もしくはもう、来年、再来年や、っていうような年齢なんだけど、27歳なんだけど、自分の牧場の、よし、こいつがいればパワーアップできるぞって言って、で、自分の持ってる馬に、種付けまくってたけど、全然余裕で種付けしてたっていう話です。はい。で、まあ、コリンさん、その馬の名前初めて知りました。そうですよね。でしょう。マレンゴ。でしょう。もう、しかも、この馬って立派に描かれると思うじゃないですか。これ、もう、実はこのどっしりと構えたこの格好、そのままの大きさがで間違いないってわかるんですよ。へぇー。はい、その時は写真なんかもないですし、と思いますよね。なんと、これがまたイギリスのすごいところなんだけど、じゃん。博物館にあるんです。骨が。今も現在。おー、骨。骨あるんですよ。ってこと。すごくないです、イギリスの。その、イギリスってかなりど畜生な奴らですけど、でもやってること偉いよね。残してるんだっていう。まあ、確かに、はい。こちら、イギリスのロンドンの、私行ったことないです。見たこと、ネットで、写真見ただけです。ナショナルアーミーミュージアムっていう、陸軍専用の博物館っていう、もちろん、大英帝国の博物館ですから、基本的にはタダで入れます。撮影もできます。これ日本人が撮った写真を、ちょっと2011年に、泊まっているブログから引っ張ってきました。だから、訴えられはしないだろうということで、持ってき、パクってきました。はい。で、これもっとすごいのは、この、マレンゴ君って、38歳まで生きたんだって。さすがに、種付けはできなかったけど、サラブレッドの最高年齢が38歳ぐらいです。へぇー。新山が36歳ぐらいです。新山が長生きなのもすごいけど、もう30を超えたらもう、生きてるのが奇跡。そのくらい。で、この、マレンゴ君はアラブでした。はい。で、この、体の大きさとかも骨で見つかるから、かかったら、ちゃんと、この大きさ、ぴったりの大きさになるんですよ。今でいうサラブレッドぐらいの大きさで間違いないだろうと。分かってたんです。で、1時間半前のことが、思い出してください。これ実は嘘を一つだけついてるんですよ。マレンゴ君って、灰色だったんですって。それが年を取ったら、足毛だから白くなるじゃないですか。ナポレオンが乗って戦場を駆けめくった頃は、灰色馬って言われてたんですよ。だから、色だけ嘘。へぇー。まだこんな、
あの白髪はまだ生えてなくて、うんうんうん、イギリスに着いた頃にやっと真っ白になってきたんですって。へー、はい、だからそこだけ嘘ですけど、まあ、あのナポレオンって実はそんなにイケメンでもないので顔も嘘だけどでもこの絵のなんというか長さは割とふっとこんなもんじゃねえのっていう感じで大きさは合ってたんです、うん、っていう話。なるほどね。はい、これが、まあ、アレクサンドロス王とそれから、うん、あナポレオンっていう二人の偉大なる大王でいいのかな、うん、大王様のお話でした。永遠にいいと思いますけどね、はいなるほど。お茶飲みます。あ、はい、お茶ですね。はい。はい、じゃあね、先生が、あ、先生って私は呼んでるんだけど。ね、飲んでる間に、私がね、ちょっとだけお話します。英雄がさ、なんかすごいやつの、が馬に乗ってるって言ったらさ、真っ先に私思い出すのは、あの、セキトバ。あの、呂布のね、でもあれは多分伝説だよね。セキトバってでも、あれ、セキトバっていう品種なのかな？特定の馬じゃなくて、ちょっとそこら辺がね、私よくわかんない。あと、あれ、北斗の拳に出てくるさ、あの、あれ、国王号だったっけ？もう、山みたいに、戦車みたいな大きい馬。はい、私はね、あの、お馬さんあんまり詳しくないんで、これぐらいしか思いつかないんだけど、うん。セキトバって、なんだろう。赤い血を流すから、セキトバって。多分じゃあ、汗か。血のように赤い汗を流すから、はい、セキトバって確かなんか、あの、三国志のゲームの、あれに書いてあった気がするんだけど、そうそう、実際そういう馬がいたのかな。うん。ただし、はい。その頃の、帰ってきた。うん。その頃の、中国の周辺にいる、うん、いわゆる、放牧とかをよくやってるような、そういう人たちですよね。うん、その頃の、乗っていた馬は、うん、今の500キロで、足も長いみたいな、うん、そういう、うんそういう馬ではありませんでした。どっちかというと、ロバが近い。サラブレッドが、あまあ、いわゆる体長が150から170くらいですよね。うん。130センチメートルぐらいの、それの前後の、そういう馬だったと思われてます。なぜかっていうと、アラブ馬って、戦場まで持ってって、それから乗ってますよね。まあ、武器として。なんだけど、もう、モンゴルとかになったら、うん、あの、自分の暮らしが、馬と一緒なんですよ。そのくらい仲が、もう、全くね、常に乗っているっていうような状況だったので、うん、数十キロも一日にいつも移動するような、そういう馬は向いてないんですよ。うん、持久力の方が大切。うん。まあ、そのおかげで、ヨーロッパ中を道路だらけにして、歩兵で、一日に10キロ、30キロ歩けるよっていう軍隊を作ったところで、最速とか、神の速さとか言われてたんだけど、でも、モンゴル地方の別にあの、ハーンとか関係なしに、そこらの雑魚軍団でも、1日100キロとか200キロとか、余裕で走り抜けるぐらいのスピード持ってたので、戦場に持ってって乗るとかではなくて、常に生活の一部として乗っている人たちの武器の馬の使い方ってまたちょっと違うので、はい。あの人たちはもう完全に移動として使ってました。まあ、戦いもちょっと使ってたけど、あの、あまり近接に刀合わせてカキンカキンはやらずに、うん、あの、モンゴル人って、モンゴル戦術ってすごいのは、走ってくるでしょ、弓打たれるでしょ、何するんじゃこの野郎って聞きにかかっとろうと思ったらもう遠くに逃げてるっていう、うんうんうん、そんなの繰り返されて、相手の被害はゼロ、こっちは 50% 死にましたと普通にやっとかやってたんで、うんうん、そういう奴らです、あの人たちは。また、品種とかが違ってくるんです。うん、なるほど。普段使いしてて、はい、だから、あれか、それで、足が、つか移動距離がすごいんで、めちゃくちゃ速いっていう印象になって、それが伝説化して、セキトバみたいに言われるようになったんだ。そう。なるほどね。強いイコールでかいでしょう。実はそんなに大きくないんですよ。うん、モンゴル馬って、うん。そうなるよね。それだったら確かに。はい、燃費も悪くなるし、大きかったら。そう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 。うん、そうなるんです。おー、なるほど。面白い。へぇー。はい、いやー、これは面白い。うん。あとは、他を一頭だけ知ってます、私は。あの、うん、漫画系で、馬のすごいの。うん、おあの、G ガンダムって見たことあります？あああの、マスターアシアが、東北乗ってる馬っているじゃないですか。あれって、ちゃんと、イギリスダービーで勝った馬が、うん、あの馬乗ってるじゃないですか、ロボットに。あ、そう、そうそう、乗ってる乗ってる乗ってる。そう。あの、モビルトレースシステムで、馬がちゃんと乗ってる。でしょ？そうそう。あの馬がすごくないです。あの馬面白い、すごい。そうそうそう。はい。多分、あの、伝説というか作り物の中の馬だと、あの馬が面白いかなと思いました、今。あー、確かに。イギリスダービー馬ですよ。
うん、そうなんだ。でも、あ、今調べたけど、粉砕機っていう名前がちゃんとついてる。はい。モビルホース。そういうの中モビルスーツじゃなくて、モビルホースに乗ってるらしい。いや、これも面白い。粉砕機は思い出したなぁ。はい、G ガンダム。確かに、あれも面白かったです。はあ、うん、次なんですけど、ま、今の二人は、武力の強い人でした。はい、うん。今度は、知力の人。だってさ、今回使ってるサムネって、人文知とか書いてるんですよ。うん、そんな武力だけじゃもうダメダメだ。ちゃんと文化があります。うん。うん、次はですね、じゃん。はい。あ、落書きとかじゃないですよ。レオナルド・ダ・ヴィンチさんが、当時のミラノ校のルドヴィーコス・ホルプツさん、言い直させて、ごめんなさい。ミラノ校のルドヴィスコフォルツさんから、はい、うん、世界最大のお父さん、お父さんってめちゃくちゃ強かったんだけど、お父さんのために、うん、まあ、もう死んでるんですけれども、その人の銅像の世界で来て一番大きな銅像を建ててくれって言われたんですって。うん、で、まあ、いくらレオナルド・ダ・ヴィンチでも非常に大きな銅のね、像って、まあ、5年、8年、10年はかかるだろうなって思って、一生懸命、ダヴィンチもすごいのは、こういったスケッチを何十枚もあるんですよ。うん。で、ここはこういう風に粘土で作って、ここから流し込めばできるんじゃないのっていう感じで、まあ、粘土で作った外側はできたんですけれども、うん。それでね、この後の大量の銅を使うじゃないですか。空気読め、フランス、うん。フランスが攻めてきたんですよ。うん。あの、1499年に。うん。で、ま、戦争が始まってるのに、銅にそんなこと使ってる日、余裕なんかないじゃないですか。しばらく放置されてたんで。そしてね、うん、1499年に、フランス軍の兵士たちの弓の的にされて、壊れました。うん、幻の像です。そしてね、これは、周りの人たちの言葉なんだけど、あれだけは未だに悔しいって、うん、そう言いながら死んだんですよ。あの馬、うん、作りたかったなって。なるほど。うん。ここまでが半分です。ちょっと待ってください、ね。それをね、この、ね、ダヴィンチの。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。はい、これさ、G ガンダムの馬、確かに乗ってましたね。そう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 。乗ってたでしょ。粉砕機ね。あれ、師匠も乗ってましたし、ドモも乗ってましたよね。はい。うん。はい、先生お願いします。はい、戻りまして。うん、で、1499年に崩されて、で、ダヴィンチは泣いてたんですけど、うん、それを話を聞いた現代のアメリカ人が、うん、じゃあ私のお金はいくら使ってもいいから、うん、で、作ればいいじゃないって、最終的に8億円かかったのかな？そう。全長が7メートル。っていう銅像、馬の、うん、作って、うん、ここからがかっこいいんだけど、アメリカで作って、よし、できたね。それじゃあ、ミラノに送ってあげようって、立ててあげたんですよ。うん、へぇー。すごいよね。なかなか気分いい、ね。ってやっぱり、なんかそういう、すごい人がいるから芸術って発展するんだけど。まあそうですね。パトロンがいるからこそ発展するっていうのはありますね。そうそうそう、確かに。で1999年9月にミラノに着いて、うん、そこに今も置かれています。こんな感じで。おー、でかっこいい、でかい。で、もっとそばまで見たらもう、かっこいい。でかい。でね、1999年って、その年にフランスのクソ野郎からボロボロされたのが1499年じゃないですか。うん。500年を経て、ミラノに帰ってきたんですよ。おー。それもね、下に掘ってあるんだけど、うん、泣くな、レオナルド。あなたの馬が完成したのだ。おー。かっこよくない？泣くな、レオナルド。あなたの馬はついに完成したのだ。と書いてある。もう、お前らかっこよすぎだよ。ちょうど500年。やっとお前の馬が帰ってきて、作って持ってきたよって。うん、おー。で、もう一個、ここまででも結構、もう、かっこいいじゃないですか。
この話、私がどこで見たかというと、荒木博彦です。荒木博彦って、さんって、イタリア大好きじゃないですか。てか、ゴグなんてまんまイタリアだし。はい。で、この人何回もイタリア行ってるんですけど、イタリア日記っていう、小冊子みたいなのとか、たまに作れて配られたりとか、本になったりしてるんですよ。その中の一つのことを、この人、レオナルドの馬って呼ばれてるんだけど、レオナルドの馬っていうタイトルで文章を書いてるんですよ。うん。それを私見たんです。あー。はい。で、調べたら一応、ネットとかにもごく普通に、レオナルドの馬って出てきますので。ほう。はい。この情報を手に入れたのが、荒木っていうのも、ジョジョってっていうのもなかなかいい感じじゃないですか。私ほら、そうは言うても、漫画が全ての人じゃないですか。うん。はい。もう、いつも言ってますよ。もう、すべて、漫画は全てを教えてくれる。いいですね。なるほど。美しい。っていう話でした。ちょっと10分くらいに収めてみましたけど、どうでしょう。いい話で済ましたら見ました。5分で。もうちょっとかかった。そうですね。いい話でしたね。確かに。はい。もう一個10分くらいかかるかも。はい。はい。今度は、この人です。ヘミングウェイ。ヘミングウェイ。老人と海。老人となんだっけ？老人と海ですね。海か。海でよかったか。うん。と、この人60に到達する前に、まあ、ちょっと頭を自分で打っちゃって知ってしまったけど、そうですね。その時に、ちょっと本当に見にくくてごめんなさいね。こっちの、この本なんだけど、生きてるうちには発表されたものではなくて、うん。まあ、お亡くなりになった後、部屋を整理していると、発見したんですって、原稿を。うん。だから、遺作ですよね。移動祝祭日。うん、移動祝祭日。意味としては、何月何日っていうものではなくて、何月の第何週の何曜日がっていうのとかってあるじゃないですか。いや、うん、祝日で。そういう意味なんですって。うん、で、これって、どんなことが書いていたかというと、自分の伝記とエッセイの間くらい思い出し、回想ですよね。ヘミングウェイって1899年生まれなんですけれども、うん、第一次世界大戦を10代で経験して、戦争まずいっていうことに気づいて、うん、で、その後に、今度は1920年代に、うん、こちらは新聞社で働いてて、それは、うん、記者として働いたんではなく、フリーライターとして新聞にいろいろ書いてたんですって。で、雇われてっていうか、半雇って、フランスに行かせてあげるから、うん、フランスでパリで文章を書いてみないって言われて、そして20代でパリに渡って、何を気に入ったのか、8年間ぐらいそのパリにいるんですよ。うん。で、その頃、競馬にハマって、毎日のように競馬見てたし、週末になったらパリからちょっと離れた、まあ、奥さんとかもパリで結婚したんだけど、奥さんを連れて、ちょっと離れたところに、アンギャン競馬場ってあるんですよ。ロンシャンっていう、凱旋門賞が目の前に見えるような、そういうど真ん中にあるような競馬場じゃなくて、駒もちっちゃくて、どっちかというと、スピードの速いレースじゃなくて、障害戦とか、あとはトロットってわかりますよね。トロットっていうのは、馬術。だから、レースではなくて、こんな障害物とかあるやつ。はい。こんな芸とかもさせれるんだぜっていう。そういうの。こう専用の競馬場に、毎週毎週奥さんと一緒に、この人、20代の時は、文章は上手いんだけど、面白いものを書くんだけど、でも普通のなんというかっていう感じの人だったんですよ、この人。でも、本人は、長文の長編集を書きたかったんですよ。しかも物語の、まあ小説ですよね。小説になりたかったんだけど、でもそっちは全然受け取られずに、日常とかをメッセージしたものとかものすごい売れてたんですけど、その不満に、まあ、奥さんもいるし、だから奥さんと一緒に毎週、そこに、まあ、いわゆる競馬場とかにハマって、見ながら、でも俺は小説家になりたいのにっていう、なんかこう、憤怒の気持ちで普段言ってたんですって。でも、その、8年間のその時の様子を書いた回想録が、40代、50代の頃に書いたんでしょう。それを、まあ、出版せずに置いてあったっていう。内容は、一応、そうやって、
ドンシャンとか、そういうところって、やっぱりなんかとても、お金持ちさんが集まるじゃないですか。うん、でも、地方の、そのようなトロット料理、まあ、魔術とか、障害レースとか、うん、そういうのを見に来る人たちって、パリには来たけど、パンリンに、なんかこう、中央はとても、おはいそうな人たちがいるんですよ。でも、まだお金もそんなに持ってないし、うん。あの、昼ご飯を食べるのを我慢して競馬やってたみたいなんです、この人。学生みたい。ほんとなんか、うん、って感じで、だから、小説が売れないことを競馬にぶつけてたんです。うん、奥さんも競馬って結構好きで、その人もパリ生まれじゃないけど、パリに来たけど、売れなかったからっていう人たちなんですって、うん、その人なんですって。で、ある日ね、仲間、20歳も仲間の頃に、うん、生活費用の半分を大穴当てて、大儲けしたんですよ。うん。で、やったと。これもうしばらくは生活に困らなくて済むし、貸本にもやっと借金が返せるって。この人、新聞記者をいいことに、貸屋さんが、から、お金を、もうちょっと待ってって言って、待ってもらったりしてたんですけれども、今日も全部返せるぞ、うん、やったって喜んで、その日はいいシャンパンも飲んで、それを何日か続けて、うん、奥さんも優しくしてくれると。でも、うん、うまいものいくら食べても、いくら酔っても、本当の幸せにはなれねえじゃんってことに気づいて、あ、うん、じゃあ、俺は、この、競馬は大好きだけど、やめて、小説を書き続けようって、じゃないとこの、上と乾きは絶対収まんないって気づいたのが28歳とか9歳で、その時にできたのが日はまた昇る長編小説ですよ。大ヒットしました。ここから長編小説家になったんですよ、っていうパリの20代8年間を自分のこんなことを思ってこんなことを生きてきたっていうことを書いてきたっていう本、それが移動祝日会祝祭日。かっこいい。まあその奥さんにちょっと、うんってなったから大事件になったけど、それも書いてるから、うん、こっちは隠しとけば読んでください。うん、この奥さん、うん、っていう感じだから。はい。っていうお話ですね。だから、その、本当は、その頃とかの、給料の額とか、その後の、ヘミングウェイの論文って、いくらでも書いてる人いるじゃないですか。そういうところを見ると、うん、20代の頃って、そこまで、貧乏ではなかったんですって。困窮はしてないんですって。うん。そこそこ、普通に暮らせる程度よりも少ないんだけどっていうぐらいの今もらってたんで、うん、超困ってはなかったんですって。それでも、うん、この自分のことを昔をとても貧乏で、昼ご飯を食べずに、競馬してた後まで書いて、でもいくら食べても飲んでも、乾きはなくならない。小説俺は書くんだっていう、そういう本なんですよ、これって。だから。で、だから結構、青春を書いたいい本なので、ぜひ読んでください。普通に売ってますので。あの、うん。うん、確かあの、私は、あの、古本屋で100円で買ったんで。そんぐらいで買います、これ。古本屋で100円おすすめです。はーい。なるほどね。日はまた昇るって、あれもいい小説だけど、その日はまた昇るを作った、その過去のが残っていて、それも非常にその人の、競馬に超ハマってた。だから、この人って40歳、50歳の頃のセリフで、うん、競馬は人生の縮図だ。これほど内容の詰まった小説は他にないってぐらい競馬を愛してたんですよ、この人。あの人、フロリダに帰ってきたんですよ。フロリダって、アメリカの競馬のど真ん中じゃん。やってました。そうやってました。まあ、その、一応、自分の本拠地は島ですので、やってないですけど、まあ、年に何回か。この人、飛行機大嫌いだから。でしょ？で、船で行って、競馬を見て、で、帰ってきて、ああ、思い浮かばねえな、海と、老人と海、どう書こうかな、っていうのを10年続けて完成したのが、はい、老人と海ですよ、ね。あれ、10年かかりましたからね。おー、10年はすごいな。いやー、素晴らしい。うん。っていう話でした。おー、パチ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 。意外と早く終わりましたな。はい。じゃあ、ちょっと待ってね。コミちゃん、人生は
競馬の祝寿はてな。なんだろうの、追い込みとか、なんかそういうのをなんか、人生に例えたりしたのかな、勝手にそう想像する。競馬わかんないかな、いまいちわかんないけど、実感できないけど。うん。はい、先生お願いします。でも、競馬とか馬って、人間から絶対に離れてないんです。もう歴史が始まったと同時に、馬も歴史も始まりましたから、うん、人生は、競馬の縮図って言われても多分わかると思います。だって、競馬何が面白いって、人が変わるからドラマが絶対あるんですよ、あれって。うんうん。パチンコって楽しいけど、でも相手が人じゃないから、その主婦の人たちはかけるけど、そのかけられる方も金かかってるから、ジョッキーって結構、俺は今週金がないから頑張るぞみたいなのって結構あるんですよ。うん。そういうの見れるし。だから、そのかけられる側も、ギャンブルになってるっていうのがいいかなと思うし、うん。まあ、だからそうやって、私が死んでる時に生まれて育っているこの場所が数十年前は、競馬やってたんだって結構私とその生き方というか人生の方向性だけ決まってるような気がしますし。なるほど。今も全然競馬とかだって、馬券ももう、もうあんまり、いや、あれも、馬券とか好きじゃなくなったので、やってないですけど。うん。うん、でもまあ、今でも G1 だけは買うし。うん。競馬大好きだし。こうやって2時間ぐらい、まあいろんなところで話してるから、まあいくらでもお話しして、競馬ってやっぱいいよねっていう、もうお前も好きか、よし飲もうぜってなるし、はい。競馬いいですよ。まあ正しいがありますけど、知ってます？一口話って知ってます？ん？一口話。馬主って、特に JRA の馬主になろうと思ったら、年収が2000万以上で、それを3年間くらい続けないといけないんですって。うん、馬主になるためにはね。人、それじゃちょっとバブルってなるじゃないですか。うん、で、なるほど、そこで出てきたのが、一口話って言って、一口あたり50万円とかで買って、それを100人で持てば5000万円作れるじゃないですか。うん、そういう感じで馬を買うんですよ。まあ、それを会社がやってるんですけれども、会社が代理になって馬主の資格は取って、うん、で、お金を出して、一口、まあ、本当に安いとこだと5万円とかからなれるし、うん。で、社代っていうトップレベルの牧場軍団は、一口200万とか、500万とかやるところもありますけど、まあ、500ちょっとやるしか、でも100万、200万平気でやるところとかありますけど、これが200口とかだと、1億円もらっても50万円にしかならないんですよ。でもそれが50人で分けたら、一気に4倍じゃないですか。うん、って感じで、自分の財布に相談して、そういう人たちがいっぱい集めて、一口話になろうっていう話があるんだけど、そういうのがあるんだけど、うん。私、まあ、1000万円でしいいかな。多分800ぐらい突っ込んでるんです。あ、違う。ごめんなさい。いろんなところに2000万ってちょっとカッコつけてますけど、本当は8割ぐらい。1500万ぐらい言いかけたんですよ。いや、それでもすごい。一口話買ったんです。で、賞金加えて戻ってくることも何回もありましたから。うん。で、私は、だからその一口話で、ですね、お金を800万円ぐらい手に入りましたよ。へぇー。800万円返ってきたけど、使ってるお金は1500万です。なるほど。ねえ。を十何年続きましたな。合計すると多分そんなもんじゃないですかね。もう数えるのバカらしくなったから数えてないけど。なるほど。うん、だから、こういうことなんですけど、馬主って 99% が損します。うん、うん。馬娘のアニメやってるじゃないですか。うん、主役の本物の馬が、うん、あれサブちゃんの馬なんですけど、人って、貧乏な、中小の弱い牧場から、お願いこれだけ買ってくれないとちょっとあれがっていう話から、いっぱい話も来たらって来てて、断れないんですって。だから、生涯で1000頭ぐらいは買いまして、で、晩年の、北さんブラックって言うんだけど、で、なんか、祭りとかよく歌ってたから有名だと思いますけど、サブちゃんって北島三郎のこと？そう、北島三郎の。だから、馬が勝ったら、竹豊と一緒に祭り歌ってたじゃないですか。うんうん。あれが出るまで、1000頭買っても、もう1頭も、G1 どころか重賞も勝ってないんじゃないかな。だから多分、馬ってものすごい、
10億損して、最後の最後の馬で引いて15億儲けだっていう変なことだったってことになってるけど、ただ、うん、サムちゃんはどっちかというとプラスかもしれないけど、でも人生の大半は負けですから、うん、多分あれは本当に神様の贈り物ですので、ブラックは。うん、そんなかな。私の好きな、しげるっていう、しげるっていう感銘ってわかります？例えば、成田ブライアンだったら、他にも成田大臣とか、うん、成田っていう、頭で一緒にして、下で名前をつけるっていうのは、いろいろあるんですよ。うん、例えば、桜ローレル、うん、桜、爆心王のように、桜だったり、目白だったり、あるんですけど、それに、しげるっていう人がいるんですよ。うん、その人も、1000頭ぐらい買ったけど、結局 G1 は勝てませんでした。そういう人もいます。あれね、しげるピンクダイヤだったかな？ピンクダイヤは、桜花賞で2着になったんですけど、それが最高かな。うん、結局、神様はこっちにはあげませんでした。なるほど。これもタローマン。だっけその人って関西の人で、宝石の売買で超余裕だったので、馬で、損しても、まあ、しょうがないよねって済ました人です。本仕事をしたら、もうものすごく稼げるので、まあ、ちょっと痛いは痛いけど、まあ、でもまあ、いいよ。それ、これは、一応、それは勝ちたいです。本当は、本心では自分は欲しかったのでしょうけども、でもまあ、人付き合いの一環で、まあ、お話をやってた人だったので、うん。はい。そういう感じで、競馬にハマって死ぬのはいかんと。本業を、まあ、ヘミングウェイもそうだったけど、まず本業を真面目にやってから競馬手にしなさいよって言った人がいます。ほう。それも、1940年に。へぇー。そんな、戦前に日本人で、いや、そんなに馬券にハマってるか君たちよと。本業をしっかりやってから競馬やろうねって言った人がいるんです。それが、菊池寛です。あー。菊池寛は、なるほど。競馬大好きですよ。競馬大好きなんですよ。うん、どんぐらい好きかっていうと、競馬哲学っていうエッセイ書いて、自分の、あの人って、あの出版社を成功させたじゃないですか。まあ、なんですよ。で、お金持ちになって、それから、馬主もなったりしてるんだけど、この人ね、競馬哲学っていう本じゃない、エッセイを書いてるんですよ。実際には競馬は、競馬読本っていう本も作っていて、自分のところで買って出版したりもしています。菊池寛って、本当に日本の、競馬と麻雀世界にとっては神様みたいな人で、もう、競馬気違いぐらい大好きなんだけど、その、競馬哲学って、馬券の勝ち方っていうのを、超長文で、こういう時は馬券を買いなさい。でもこういう時は買えちゃダメだ。そいつが、なんか強そうに思ってるが、そいつは弱いから、なぜ、そいつが、こんなに倍率が低いんだろうか、私には分からんよ、みたいなことばっかり書いてるんですよ。その一つが競馬哲学で、私がついに、まあ、いい年になって、ずっと競馬もやってきて、やっと馬券の当て方が分かった。いいから書くよっていうことを書いてるんですよ。でもさ、想像してくださいね。現代の人ね。ね。おっちゃんがね、わしは、競馬で、もう絶対勝つ方法をついに編み出したのじゃって言ってましたけど、そんな人信じます？いないんですよ。てか実際に、菊池寛って大金持ちになった後に、運転手兼秘書に、競馬のそばの喫茶店に待たせて、じゃあこの馬券買ってきてって言って、馬券買いに行って入って渡すんだけど、でも1円も返ってこなかったねって戦後にバラされてる。で、麻雀もこの人大好きで、菊池寛って、1890年ぐらいだったかな？芥川龍之介と同じぐらい。あの世代です。だから、明治始まってすぐの夏目漱石から言ったら、その一世代先。なので、夏目漱石の主演する木曜会っていう、人たちの中にいました。菊池寛もね。だから一世代、まあ、20歳年上の同じ業界の人って、まあ、兄貴的な存在じゃないですか。で、その子供たちの人たちなんだけど、芥川龍之介がバラしてたのは、私も麻雀たまにやるけど、菊池が勝ってるところ見たことねってバラされて、で、競馬も麻雀もすぐに負けてたのってなんでわかるかって言ったら、普段めちゃくちゃよく喋るんですって、菊池寛って。
なんだけど、競馬と麻雀で勝って負けたら一切喋らなくなるんだって。あー、いるいる。喋らなくなるから、おい、今日のあいつは菊池寛会？それとも、朽木寛会？って。朽木寛。朽木寛。朽木寛。普段は菊池寛。負けてるときは朽木寛。で、芥川に謝恩されたっていう。まあ、屈辱的もいいとこですよね。あの、芥川が自分のことを、未来わかるよ。あいつ、今日は菊池かいって、それされて作られたっていうぐらい弱いんですけど。うん、そんなおっちゃんが、それじゃあ、皆さん聞きたまえ。私は、馬券に必勝パターンをついに噛み出したのだ。競馬で哲学っていう文章を書いたけど、まあ、誰も信じませんよね、そんなもんね。で、ただし、これには、一番最初的、最後の辺の数行に、まあ、馬券って買うのは難しく、馬券は、もう、善を極め、善って、宗教の善ね。善を極めないと、何せ、人が買ってるものを見て、自分が買ってるものを買えたりする人とかよくいるけど、そんなことは絶対しちゃダメだと。自分の考えに従ってそれに一歩に通せるぐらい、善をやる人じゃなければ、馬券には勝てないんだって書いてるんですよ。で、その先に、もう、娯楽として楽しみ、身を崩しちゃいけませんよって書いてある。あ、ちなみにこの競馬哲学ね、青空文庫で読みますよ。まあそんなに、菊池寛って思うから読んでもいい文章に見えるけど、まあ、正直、文章下手だし、まあ言いますけど、これは菊池寛の読むような、読めるような群れもんじゃもないし、めっちゃ下手だし、言ってることも絶対ダメなんで、ダサくもいいとこなんだけど、でもこんなものを書いているバックステージ、その設定というか、その人生を含まれてみたら、ああ、いくら菊池寛でも、まあ、それでもやっぱりこんな天才でも、まあ、馬券は負けるんだなっていう。なんかよくわかる。いい文章だと思いますよ。はい。なるほど。一応用意はしました。はい。あ、でさ、もう、これで終了なんだけど、はい。もうね、菊池寛でググったら、こいつしか出ないんですよ。こいつしか出ないんですよ。うむ。おい。いいけど。だからもう最後に入れたけど、やっぱり調べるだけ調べるんであって、この人、ゲームの中で競馬とかしょっちゅうやってるけど、勝ったところ見たことないんだって。さっきの、菊池寛を、芥川がいじって、朽木寛って言われたとのは、今のみたいだねっていう、このゲームの中で、シャレンされてましたけど、まさかって思って、ググったら本当にあった。それ本当みたい。だからそういう調べ方をしてるみたいですよ。だって、私も、これまで、芥川から自分の名前、菊池寛の名前で、けなしてるのなんて初めて知りましたもん。ゲームでも、けなされてます。なんか、なるほど。やっぱ調べるときは調べるんだな、みたいな。はい。今日はこのあたりでしたいと思います。はい。そしてね、今日は、以上です。はい。で、来週はどんな感じ？美味しんぼかな？ん？いや、だから、美味しんぼ。美味しんぼ特集。へぇー。どっちがいいでしょうかね。今、どっちも進めてます。まあ、どっちかというと、美味しんぼかな？だと思います。はい。はい。で、これは本当にラストの話なんですけど、はい。ほら、私の大好きな伊藤幸代って、こっちには出てないんですけど、このゲームには出てないんですよ。でも、DMM で、同じく、作家が女の子になってる、文豪たちが女の子になるゲームってあったんです。その中に、伊藤幸代いました。あんまりそこまで有名じゃないけど、その人、割と、その、荒らぎっていう、そこに所在し、そこに、他にも、いろんな人周りに、ちょっとごめんなさい、もう口が回ってないけど、ちゃんと主役級として、まあ、どこも主役ではないけど、でも、割と活躍する人として出てました。もうそれも2016年のものなので、もうやらないけど、でもよし。
だってこれでも10年くらいやってるんですよね。割と初期からずっとあったんですよね。うん。うん。だから、これが出た時に、ヒットして、2本目、3本目を狙った作ったんですよ。その、で、多分、面白くなさそうなんだけど、まあ、それ7年も8年前ですから。でも、使ってくれてありがとう。うん、あ、ちなみに、ドリッコ、ドリッコ僕、ドリッコで、僕は、みたいな口調でした。ああ、なるほど。で、毒舌。ああ、はい、なるほど。確かに。で、図書室で、お茶を立ててて、もう図書館でお茶を立てるなよっていじられてました。そういう作品が出てまして、ラッキャー、ちょっとポイント、私の、ひょっとすれば、7年前に知ってれば、おそらくハマったんだろうが、まあ、ハマらんだろうな、今はっていうか、未だにゲーム自体は動いてるので、誰かやるのみたいな感じになってるけど、また、一人で遊ぶ用としてつって、放置してるんじゃないかな、という感じです。なるほど。はい。まあ、偉い人もいたね。あまり売れてない方も作った人も作ったこと忘れてるんだよね。ゲームってたまにあるじゃないですか。私そんなに、あ、作ったって人って結構いるじゃないですか。うん、そういう人たちとやってたと思うんですけどね。うん、はい。はあ、以上、馬でした。はい。だって、馬の歴史とかやったってつまらんじゃないですか。はい。馬をやるにしても、人と合わせて、人のドラマとつながってっていう風に書いたら、まあ、でも今日割と自分で言うのもなんですけど、面白かったでしょ？そうですね。興味深かったです。でしょう。はい、ナポレオンがカッコつけてるあれ、骨が残ってるって結構私も調べて初めて知って、って思いましたもん。知りませんでした、うん、これやるまで。うん。てか、イギリスって思いました。うん。はい。まあ、競馬を日本に教えてくれたのもイギリスですしね。うん。うん。あ、なるほど。いろいろ。最後までご覧くださいまして、ありがとうございます。評価ボタン、登録、こちらもお願いします。それでは、あらあらかしこ。